1959年に宇宙飛行したリスザルのベーカー、ゴードは1958年にジュピターで打ち上げられたゴードは1958年12月13日にアメリカ合衆国のジュピター AM-13 ロケットでケープカナベラルから打ち上げられ15分間の 500km の高度に達する弾道飛行を行ったリスザルであるカプセルのパラシュートの故障で 行方不明となった。リスザルは南アメリカ原産の種類の猿で1フィートほどの体長で体重は1キログラムから1 5キログラムである。人間と解剖学的な特徴が近いのと温度変化に敏感なため宇宙飛行の実験動物として選ばれた。宇宙飛行の実験に使われた猿はゴードが最初でなくアルバート、パトリシア、マイクなどと呼ばれたが1952年に ロケットで打ち上げられた。コードが積まれたジュピター AM-13 ロケットは1958年12月13日、アメリカ東部時間3時53分にケープカナベラルの大西洋ミサイル射場から打ち上げられた。ロケットは310マイルの高度まで上昇し、1500マイルの地点まで弾道飛行を行った。高度は特別製の宇宙服を着せられ、 体温計やマイクロフォンを含めた装置で健康状態を監視する装置が付けられていた。高度の健康状態を監視した科学者たちは多少の心拍数の減少が見られたが宇宙空間やその後の無重力状態の健康に対する悪い影響のなかったことを確認した。飛行は15分間で無重力状態にあったのは8.3分間であった。ロケットは 南大西洋の着水予測地点の1メートル以内に着水したが、パラシュートの故障により、ゴードの乗ったカプセルは行方不明となり、捜索によって発見されることはなかった。衝突の瞬間までゴードは生きていた。ゴードの犠牲にもかかわらず、計画は成功と考えられ、人間が宇宙空間を飛行することに致命的な危険のないことが示された。その後の1年間に、 エーブルとベイカーと呼ばれた猿が同様の飛行実験に使われ無事に生還した。人間がロケットで宇宙飛行するのは1961年のソビエトのユーリー・ガガーリンによってである。ありがとうございます。